ソメちゃん TV。 ありがとうございます。お願いします。今お待たせしました。セミファイナル。夏の思い出どこ行った？ポップビーも考えてたね。主人に一回夏の思い出ちょっと考えさせてよ。手をつないで。手をつないで。なんで俺の思い出を考えるの？それはおかしいじゃん、やっぱ。ケツメイシのあれかなと。あ、それで？わかんない。夏の思い出。手をつないで。あ、つないで。続きないです。歩いた海外サイト。美味しいものを助けたお前それ湘南の方今年初浴衣じゃなかったわ。来たわ。あれか、楽しみ。そう、来たわ。それ、1月とかめちゃくちゃ寒かったな。凍えてたもんな。ほんで、スイカとか食べてたもんな。そう、よくスイカ見つけてきてくれましたねって話して。花火とか持ったな。転ばないよ。転ばないよ。ちなみに上危ないよ、これ。危ない上。ちょっと上っていいですか？
この後は、一生合わせです。行きます。ありがとうございます。おお。よいしょ。さっきとはまた全然違った。ね。これにですか。いやバチバチにやってます。お待たせしました。かっこいい。先生、お願いします。お願いします。さすが。あら、持たないよ、バナナみたいな。バナナ持ち慣れる。おお。すごい。それは慣れてる。いやいやいや。慣れてないよ。じゃあ後で詳しく教えてください。分かった分かった。夏の思い出。辛いね。歩いた海外ですね。歩いた。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
ジャケットをかっこよくやる選手権とかやりたいです、はい、誰がそれ評価するんですか。社員さんたち引っ張り出して、はい、GFA のマネージャー採点の。マネ、いやいやいや、ないよそんなもう種類だからタレント、だから GFA 選手権やればいいじゃないですか、はい、なんか負けたくないし、でも自信もないし。でも別にジャケットじゃなくても。ジャケットじゃなくても。なんか丸々選手権みたいな、GFA。あ、でもそれ面白そう。呼び出して。確かに。そういうの面白そう。さあさあさあ、今日はファニコンのスチール撮影でした。はい、グッズ撮影というかね。僕もどんなグッズになるのかちょっと楽しみなんですけど。だからハロウィン、だから10月ぐらいか。9月10月ぐらいに出るのかな、はい、楽しみにしていただけたらと思います。じゃあ締めちゃいますか、はい、はい、ということでご視聴くださった皆様ありがとうございました。よかったらチャンネル登録そして高評価ボタンの方よろしくお願いします。それでは皆さん、いい夢見ろよ。